田中鈴木おぉえ、スタートおぉセガインタラクティブ APM 宣伝担当宇野香織、平穏なサラリーマン生活を送る彼の中で人生の歯車が狂い出した。時には自称凄腕ゲーマーに勝負を挑まれ、時には勝手にオリジナル T シャツを制作される。そして今度はバンドを結成。このコーナーはそんな一ゲーム会社の宣伝マンによる泥臭くも熱い物語の一部始終である。皆さんお待ちかね、オレとプラス、マルチこれさ、これちょっと、もう前からずっと言おうと思ってたけど、うが早すぎるから俺なんか間違えたんかなっていつも思うよ。もうちょい後でもええかないつも、え、間違えたって思う。一瞬読むの躊躇したもんね、今ね。毎回ね、オールネットプラスマルチ間違えてるのかなっていつも思う。負けんな。はい、わかりました。ね、APM の最新情報をお伝えする帰ってきた運動ナムでございますよ。案内役はこの方です。どうぞ。 APM 宣伝担当、セガインタラクティブのカリスマ宇野です。よろしくお願いします。どうせまた宇野さんコールが凄まじいですね。はい、ということで、まあ先週ね、もう、埼玉スーパーアリーナの舞台でね、そうだよ、大々的に3日間ライブが開催されたんです。結局宇野さん、出たんです。出てないでしょ。出てないよね。出たんですか。僕は3日間いましたけどね。みのさんのその前にですね、はいはい、あのお誕生日おめでとうございます。見えなかったな。え、お誕生日、はい、ケーキの方をお持ちしました。え、宇野さんが、え、あれまたケーキ出てきたの。2つ目のケーキ。おめでとう。これは何ケーキですかね。これ普通の方、桃ですね。はい、桃。桃、はい、桃だって美味しそう。哲也くんだって。ありがとうございます。糖尿病にお気をつけください。桃甘いぞって。甘い。もうずっとケーキ、この3日間。昨日はプリン地獄やったし。チキンの方が良かったですか。チキンの方が、まあまあ、チキンでもまあまあね、チキンでも、でも、あ、なんかこれはもう美味しいです、美味しいです。良かったです。絶対全部食べます、これは。おめでとうございます。ちょっと持って行って、まっちゃん、ごめんね。食べたかんね、まっちゃん。それはフリーですか。言うたらあかん、それ。それ言うたらあかん。言わんとすぐ行かなあかん。躊躇しちゃダメ。フリだよ、だってよ、でもフリやからね。フリですって。そういう時は戻ってくる時にもうクリームつけとくのよ。ほんでお前食うたやろって言って、お前食うたやないかいって言って、うん、そういういっぱいあるから、チャンスいっぱいあるからね。生放送ってチャンスいっぱいあるから。さあ、ということで、そんなんどうでもいい。ありがとう、宇野さん、ありがとうございましたですけど、出てないでしょ、3日間。そうですよ。スーパーアリーナ、どうして、どうなってるんですか、そこ。そこは慌てない、慌てない。何よ、出たか出ないか、それを語る前に、今週もボイトレで。いや、だから、違う、何のためのボイトレやったんや。東京アナウンス学院さんに行ってきました。まずはこちらの VTR ご覧ください。いや、違うやん。今アリーナの道じゃないよね。カリスマ風の彼の脳裏に浮かんだのは CD デビューの埼玉スーパーアリーナ。まあ兄様は来年もあるよって言いましたからね。音楽経験が手を抜くのにもかかわらず。何をしてんねん。おはようございます。おはようございます。さーて、伝説の1ページ目、
開いちゃいましょうかね。なんか、なるなるしいな。どの角度から、どの角度から先生に向かって。すごい人ですよ。とりあえず呼吸。この人すごい人なんですよ。ガチの人だよ。ガチの人だよ。わかりました。ミスチルのメンバーと同い年ですから基礎トレーニングからやります。ミスチルと同い年。はい。ペタッとなるまで。何か面白い。おお。お結構強いじゃない。すーうん。あ、なんかリズムがある。で自分の T シャツ着てんな。本当だ。宇野 T シャツだ。じゃあ今度は1回の音で吸って吐いてよ。俺やってみますから。やってみますから真似してください。おおすごい。いやすうんで。おすごい。なんかリズムバタバタよし今日はこの辺にしときやる。疲れたな、ね、これ肺が痛いんですよ本当。いや肺が痛いじゃああんたが痛いわ。違うからもうこれ一回のロケで取りだめしたやつ流すのやめてくれ。絶対そうやもう毎回。ほっけあんなもんお前前回なんかも警備員見切れてるしやな。いやねこれ。じゃあ宇野さんこのペットボトルのトレーニングもうマスターしたってことですか。もう結構完璧。これ完璧？ほんまにあるトレーニングなんですねこれ。ありますよ。あ、本当？まあ、ありますよ。あれやなちゃん。なんで俺がやんねん。知らんで俺生クリームどれやーって知らんで。明日この辺痛くなりますんで。じゃあリズムは志川さんが取ってくれますか。いやーすーん1回でさ、ね、じゃあその倍の速度でポッポ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 いやーすーんで、もういいよもういいよすげーもういいよ4勝の2回そこで芸人魂とかいらないからやなちゃんいいすげー4勝ずつやったよ、うん、はいこれえでマスターした上でじゃあ来年の兄様を目指すってことでいいんですかね。そういうこと。はい、そうなんですがこの場を借りて皆さんに謝らなければならないことがございます。ええ何どういうこと。私カリスマ宇野知ってるよそれ多分本名宇野薫は、はい、今年の夏に埼玉スーパーアリーナの舞台に立つことができませんでした。知ってるみんな知ってる、ね、みんな知ってる。選考の段階で音楽ギリギリのところまで残ったのですが、いや泣けないって。ミスチルのメンバーと同い年であってもそこを強みにすんなって。そもそも私に持ち歌がないことが響いたため今更。いやそれだけじゃねえ。今回は落選に至ったと。いやいやそう解釈しております。いやアニソンも歌ってねえんだよ。どんだけポジティブやねん。期待させてしまいました、うん、全国3000万のいやそんなにねえファンの皆さんぼやき申し訳ございません。ぼやきか。いやいやいやどうどうしくらさん。しかし30人ぐらいだから。しくらさんどうぞ。私は来年の舞台を狙うとともにやっぱりこれからも恋も仕事も全力投球。結婚してる、結婚してるやろ。大きい息子娘おるやろ。宇野さん泣かないで。うんこす最新の思いでアーティストガイドを邁進してまいりますので引き続き応援よろしくお願いします。宇野さん、宇野さん、誰も泣いてないから。誰もないしみんな出てないことは知ってるし。なんでそんな志倉さんなんかおこなんですけど志倉さん。いや何よりもそんな兄様舐めちゃダメだってね。持ち歌がないどころかアニソンすら歌ってないんだから。それで持ち歌作ってもそれがアニソンにならんとダメなんですよ。そうだよ。ハードル高いですね。なんか何それ言い方。何それ言い方。俺今後輩やったらどつき回してるで。年上やから我慢してるけど。なんちゅうハードル高いね。すごいあの今のあかん若いやつみたいな言い方してる。急にね。ハードル高いっすねみたいな。なんちゅう言い方よ。
高いんですよ。誰しもがそうなりたいわけですから。自分でアニメ作ろうって提案に来ました。あ、セガ案件でね。セガで、セガオープニング歌っちゃう。歌っちゃう。あ、それいいんじゃないですか。それもありかもしれない、ね、予算出せばいいんですよ、だから、まあ、ミスチルのメンバーと同じじゃん。いや、もういいわそれは。もういいわそれは。もうせめて同じクラスとか言うてくれよ。またそれやったらいいけど。もう毎年よ、そんだけ押せるな。じゃあ来年に向けて頑張ってください。あ、はい、ちょうどいうことで、ここは今週の最新情報お願いします。ちゃんとこっちの仕事ちゃんとしてください。はい、じゃあ今週の最新情報見てくれないと。月に変わってお仕置きを。目線探しすぎや。目線探しすぎやでも。はい、今週も東進祭の情報です。これもう全国決勝大会は10月15日16日場所は有明 TFT ホールになってます。メイン種目はこちらの6タイトルとなっております。詳細は、公式ホームページでご確認ください。はい、そして、店舗予選のスケジュール、今週末はこちら、ギルティギアイルザードレベレーターの、5店舗に加えて4店舗ということで計9店舗になっております。はい、そしてですね、サグトーナメント、こちらの方が、この2タイトルになっております。で、そのうちアンダーナイトインバースエクセレートエストにつきましては、はい、今週末こちらで、予選大会が開催されますので、よろしくお願いします。そして、はい、ロケテスト継続中、デッドライブ5アルティメットアーケードの最新バージョンです。こちら、はい、新宿神楽坂秋葉原となっておりますので、一足先に体験された方よろしくお願いします。いい、はい、内容はこちらの知らぬ舞の参戦となっております。こちらの情報に関しましては、この後のコーナーでお知らせします。あ、なるほど、はい、ということでございまして、以上でございますね。はい、本当にね、楽しみにしてますから違う意味で本当にまだあと何本分ぐらい残ってるんですか。あ、そうですね、何本取ってあるんですか、ね、あ、首こすぎてるってことはやっぱ2時間ぐらい撮った。ま、もうないの。毎回毎回更新されてるってことね。俺もう嘘とかわかんねえんだお前ら。44歳舐めやがって。44歳と48歳ぐらい舐めやがって。何歳でしたっけ。47で7歳、はい、はい、ということでございまして、今週も ABM の最新情報をお届けしました。宇野さん、ありがとうございました。目指せ大冒険。